はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエンリセットで、今回はノルマンディキャンペーンでアメリカ軍を使いつつ M1 バズーカの方を使っていきたいと思います。はい、 M1 バズーカです。バズーカ回なんですが、M1 バズーカね、まあ正直あんまりいい話は聞きませんよね。ね、威力が低いっていう感じですか。で、実はですね、今動画実況を撮ってる前にですね、ちょっと練習がてらね、M1 バズーカ持ってね、一回行ったんですよ、試合。その時の様子、多分動画に出しておくと思うんですけれども、タイガー戦車ですか、タイガー戦車のね、車体後部走行、抜けなかったんですよ。って感じですね。タイガー戦車の車体後部走行が抜けないくらいのやつなんですけれども、まあ4号とかだったらいけるかなということで、今回はちょっと使っていきます。はい、でまあ早速なんですが、結構ドンパチやってますが、まあ、とりあえずね、私としては戦車を第一目標としたいので、ちょっとな、戦車を探しに行きますか。相手の戦車スポーンこっちなんで、あっと戦車の同軸機銃だよあれは。多分戦車いますね。落とすんだよな。だっ、よし、戦車いますね。今発砲音が見えましたか。さて戦車どこ、だだだだだ、ちょちょちょ、さていたと、ワンパンか、ワンパンできた。ただもう一両いいですよ、もう一両いますね。4号だ、4号 H 型ですね。とそこ2キルだけか。よっしゃ、あーもうやったっちゃやったんですけどね。ちょっと待ってくださいよ、くしくも最前線になっちゃった。よし、あーそんなとこ、あダウンか。まあいい、そうですね、さっきのね3号戦車はワンパンできたんですけれども、4号戦車ね、あそこに当たってワンパンできなくて2キル止まりっていうのもやっぱりそんな威力高くないな。あ、そうですね、はい、オッケー、よし、これで取れてますかね。ただ銃声がそんなに近く、遠くないな、いる、ギャーダメか。まあそうですね、最初の3号ですね、最後の 3号ね、ワンパンできたんですけど、まあ当てるのは、当てることができたっていうのはまあ私の実力なんですけど、ワンパンできたっていうのはもうあれは運ですね、運が良かった。で2両目の4号なんですけどもね、あそこに当たって2キル止まりっていうのはやっぱり威力が低いかなって思ってしまうところですね。ピアットだったらね、多分ワンパンできたコースかなって思うんですが、当たらん、当たらん。なのでピアットよりもやっぱりね、評判通り威力の方は低いかな。ガーモン、あっちはどうやら完全に貼られてます。なのでやっぱり評判通りピアットよりも威力は低いかなって思いますね。ただね、その分バズーカの方が弾道とか、あと砲弾の速度ですね、初速なんかはバズーカの方が優れてる感があるんですよね。まあそういうところで、まあ、バズーカの方がいいという点もあるんですけども、ん、足音が今したような、いやーやっぱりしてたか、いやーもういると思ったんだよな。でいない、すごい、もう逆光がすごい、逆光がすごくてちょっと見えないですね。めっちゃ来てんな、ちょっとあの手の数は、だ、なに、そこダメか。まあそうですね、まあピアットとの違いは、ピアットよりもまあ威力は低いけれども、弾道がね、多分ピアットと比べて鋭いかな。
直進性はバズーカの方が上だと思います。あと砲弾ですね、ロケット弾の速度に関しても、バズーカの方が上かな。あ、カリオペいる、珍しい今カリオペいましたね。まあそのあたりかな。なのでバズーカの方が当てやすいと言えるかなっていうのがありますね。バズーカの方が動く目標とかには当てやすいけれども、まあ威力としてはピアットの方が上みたいな、ね、そういう違いでしょうか。さてここにね、カリオペもシャーマンもいるということで、この辺りをうろついててもね、ちょっと戦車と快適することは難しいかなということで、前線上げますか。よし、前線行きました。あ、カリオペのロケット攻撃だあー、すごいけど、ちょそうですね、まあ、どっちが使いやすいかっていう話なんですけれども、まあそこまで大差ないような気もするんですよね、ピアットとバズーカとね。まあ遠くにいる戦車に対してだったらバズーカの方が有利ですしね、ガンガンね突っ込んでくるような戦車相手だったらピアットの方がいいかなって思うところはありますね。よし、まあガモン、ねえ、ただまあね、ピアットでも慣れたらね、結構遠距離までね、遠距離の敵当てられますからね。それに本当にバズーカだからといって全く無力というわけでもありませんからね。本当にそのあたりはもう個人の好みで選んでもらうぐらいのね、判断基準でしょうかね、どっち使うかなんていうのは。本人の好み次第本人の好み次第でよろしくお願いしますっていう感じでしょうかと。おっと、燃やしたか。あーもうダメか。ちょっとなあ、そこにいるプーマとどめ刺したいですね。バズーカでとどめを刺したいところですね。ただね、グレーゾーンにいるね、戦車に対しても、難しいところはありますよね。例えばパンターとかね、パンターとかだったらもうピアットだろうがバズーカだろうが無理なものは無理。ちょっと危ない。あ、そうそう、このバズーカね、バズーカって持ってる時走れないんですよね。そのあたりも弱点といえば弱点なのかなって思います。中に人いないかな。だだだ、それ勘弁してくれ。あ、ここ、あ、なんか人いましたね。よしよし、ね、結構当てやすいっちゃ当てやすいんですよね、今の距離とかもね。まあいい、とりあえずはとう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 と、大丈夫大丈夫。まあいいや、とりあえず中に入っちゃいますか。さて、戦車はおられませんか。とりあえず敵の戦車ね、まあプーマとかだったら正面走行を抜けますし、多分4号とか3号でもね、多分正面走行抜けると思うんですよね。よし、まだいるな。あ、大丈夫。よし、じゃあちょっと前に出ますか。さてさて、どうしたものか。とりあえず前に出ちゃいますか。完全に取れてますからね、ちょっと前に出た方がよろしかろう。すごい逆光ですけどね、まあしょうがない、逆光なのはしょうがない。いうことですが、今回の味方やっぱり強いな。今回の味方強いですね、助かりますね。これは、あ、味方か。味方の火炎放射器、ただ銃声近い。結構拠点戻ってますね、敵ね。拠点前に防御線を張ってる感じか。ちょっと MG 乗ってる人がいるな、 MG。 はい、さすがバー。
ほんとバーいいですね。ほんとバー大好き。かなり戻ってますね。ちょっと早いの戻り、とは言いつつもかなり味方、あんなところに、あんなところに戦車が、くそ。ああいう時にね、あそこまで離れた相手だったらね、バズーカでもかなりいけるんですけれども、あ、味方がやってくれたっぽいですね。じゃあ私が入ってしまいますか。味方もだいぶ入ってるんですよね。ほんと前進意識高いな今回の味方。楽をさせてもろて、ありがたい話。お邪魔します。もう完全に取れてるんですね。とっとと、あ、こっちから出ますか。そうですね、じゃあ味方の5詰めもかなり入ってるっぽいんで、私の方で先鋒を務めましょうかと。銃声しないの？ん？ああ、そんなところにいたか。で、今回使ってるのはですね、 M1 バズーカなんですよ。 M1、ね、で、このさらに上にですね、 M9 バズーカがあるんですよ。 M9 ね。で、ちょっと調べたんですけれども、 M1 バズーカと M9 バズーカってね、違いはあるんです。違いはあるんですけれども、使うね、ロケット弾に関しては M6 ロケットっていうね、弾丸、ロケット弾自体はそんな変わんないらしいんですよね。まあ、長弾しなくなり、しにくくなるみたいな、そういうロケット弾らしいんですけども、M9 が使う方がね。ただ、威力に関してはあんまり変わんないようなので、ね。それもそれで、じゃあ、ピアットか M9 かっていうところでもね、やっぱりそっちもそっちで悩みそうですね。M9。さて、この辺りにちょっとビーコン作っておきますか。まあ、とりあえず水を飲んで落ち着きまして、そうですね、まあ、この辺りでいいかな。味方のね、突っ込み速度を考えると、まあ、作んなくてもいいような気もするんですけどね。で、このエンジンを、味方じゃない、多分プーマな、プーマ来てるでしょ。あ、危ない、ギリギリ、あ、危ない、それダメか、今のダメか。はい、なんとかなった。あ、危ない危ない。まあそうですね、今のね、攻撃力を見ても、まあ全くね、 M1 バズーカは全く威力がないっていうわけではないんですよね。ただまあそうですね、ピアットと M1 バズーカね、まあそういう感じなんで、ね、どっちを使うかに関してはね、もう皆さんの個人のね、好みの方で選んでみてください。勝ちましたね、よしよし。というわけで今回は M1 バズーカを使ったんですけれども、まあ本当に繰り返すんですけど、まあそんなに大きな違いはありませんよ。ピアットの方が思いっきり優れてるとかね、バズーカの方が思いっきり優れてるみたいなところはありません。ほんのわずかな違いはありますけれどね。というわけで、まあ今回4両撃破できましたね、バズーカの方で。ね。というわけで、まあ本当に M9 バズーカが来てからかな。もうちょっとね、こういった歩兵傾向の対戦車兵器で、ね、悩むのは、まあ M9 を使ってみてから、まあ考えてみましょうか。はい。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。